それではまず最初のスペシャルゲストの方をご紹介したいと思います。こんばんは。どうも、長渕剛です。はじめまして。はじめまして。いや元フォーライフだったよね。そうですよ。シャンプーの宣伝とかも出てたもんね。そうです。ああ、あの一回何かリオとかいう、ね、グループがあった時にね、お見かけしたことがあるんですけどね。あ、本当、あれこの前なんかあの不揃いのリンゴたちなんかも出てね、なかなかあれでしたけどね。はい、こんなところでお会いするなんてね、はい、奇遇っちゃ奇遇だけどね。それじゃまず、一曲お聴きください。明るい方なんですね。あ、僕ですか、いや、真っ暗ですよ。じゃあの今大ヒット中のシングルです。長渕剛さんでグッバイ青春。なんか怖そうな感じがしてたんでちょっと緊張してましたけど全然違うんですね。怖くないよ全然。もっと近くやってください。なんかこう今曲の間にこだわり人間だっていうふうに言ってましたけどね。でもそういうふうに見えますね。かまかんないね。もうやっぱり歌を書き始めた頃からもう自分のこうストーリーしか書けないタイプなんだよね。だからこうこういうことがあったらいいなとかさ、あの星空を見て、あ、今流れ星が流れた、じゃあ3つの願い事なんていうのはあんまり考えないんだよね。流れ星なんか流れたってしょうがないじゃないかっていうかさ、非常に現実的なんだよね歌が。それで思い入れが激しくて、でなんかあればあるだけそれが歌になるっていうタイプだから、一つ一つの曲がもう自分にとってものすごく痛いんだよね。だから非常にこだわりみたいなのあるね。じゃあ、例えば曲をね書くときも恋柱なんて書けないとかそういうのもあるのかしら。やっぱ自分のうち、ね、自分のうちじゃないと書けない。深夜ね、それで深夜深夜他は全然もう思い浮かばない。あんまりできないね。あと今はツアーもうほとんどツアーしかやってないからね、でツアーも始まるとさ、リハーサルを何回もやらなくて済むからね、リハーサルの合間にね照明とかね、あとそのちゃんと PM もちゃんとやってるからね、即興で作っちゃうのよその時のこう気持ちで。そうすると自分の家でこうやって作ってるよりもね、ちゃんと舞台でステージでやるとね違うなんかこうメロディーが出てきたりするんだよね。でそれをテープに取っててもらってさ、このフレーズはいいよって言って後でちゃんと作るとかね。へえ、生き方もじゃこだわっちゃう。いやそれはないですよ。それはね割と流れに、ただ俺の場合よく首突っ込みやすいタイプだね。なんかあるとね、なんかあると、関わりやすいタイプかな、ほっておけない。結婚しちゃったとか、それもあるかわかんないね。でも割と早くしちゃったんですね。結構そうね、よかったね。分かるのも早かったけど、早かったですね。そこら辺はねえどうですか、あんまり聞いちゃ悪いなんて。もう出尽くしちゃったからね、それはね、あんまりもう振り返ってもしょうがないからね。これからまた、そうですよ、もう前向きに考え、前向きに考えてね、はい、ということで、じゃあまた結婚しないの。結婚私したいんですよね。相手がいない。そこは感じでもないでしょ、だって。いや、そんなことない。あれ割とね、まだ仕事の方が楽しいから、みんな言うんだろ、そうですね。22でしょ。そうですよ。やっぱり月並みにこうそばに誰かいたいとか寄り添いたいとかさ、いや、それはありますけどね。でも時々ね、めんどくさくなっちゃうことがあるの、付き合いが、めんどくさい。めんどくさい。なんでなんでかね。どういったんですか、相手が悪いとかね。どういったんですか。割とそうですね、大きい人がいいですね。ジャイアントボムみたいな。いや、そういうわけじゃなくて、でもモンスターロシゴみたいな。体じゃなくてこう器の大きいデーンとした人、デーンとした人がいい。 あまりこう神経質じゃなくて、そう旦那の手のひらでこう遊ばしてくれるような。そこまでいかなくてもいいんですけどね。だから自分の時間持ってる人だったらいいですね。自分一人でも生きていける人、そうすると寄り添う必要がある。だからどっちかしらあまり難しいのはまだ ね、こう決まってないから彼氏なんかいらないって仕事っていう感じになっちゃうんだろうね。そのうち寂しくなる。そうか、まあ、来年は23だからね。もう友達なんかもね結婚してる人いるからね、子供もいるしね、考えてはいるんですけどね。
なんか遅くなると思います。あ、断行が確か、うん、いくつぐらいだっけ。26ぐらい。26、うん、でも今はもうあんまりね、早口行かなくてもいいんじゃないかな。だから女もしたたかになってさ、ね、何人かこう好きなやつがなんかいてさ、うん、その中で結婚の時いいのポッとピックアップして、うん、それぐらいしたたかながいいか分かんないよ、うんうん、ね、うん、野口さんなんかはあのこの先ね、うん、まだ27でしょ。そうすると次に結婚する時はもう俺は今度どうしようとかそういうのあるんですか。36でしたいね。私ね、結婚してる人はね、離婚した人と結婚したい。え、一度離婚した人と結婚したい。一度離婚した人と結婚したいって。あら、なんで。なんかわかんない、そっちの方が面白いんじゃない。なんかスケベな感じがしていいね、それはね。いやだな、曲行ってみたいと思います。ほら、いや今度はですね、僕のギターにはいつもベビーゲージ。ヘビーゲージだよ。ヘビーゲージ、ごめんな。ヘビーゲージはつまんないよ。なんなんか話が思わぬ方向へ行ってしまいました。ヘビーゲージ見えたんですよ。ヘビーゲージの間違いです。失礼しました。いやだけどでも意外と真面目なんですよ。意外とって言われてた。真面目です僕は。私もっと遊んでる人かと思って。いや、そう遊んでますけどね。遊んでるからあれなんですよ。ああ、でも割と思い込みの激しいタイプだからね。あのね、この番組は割と若い人たち多いんですけどね、二十歳ぐらいの時っていうのは何してましたじゃん。二十歳って言うと、だからちょうど俺が雨の足山でデビューした頃でしょ、うん、だから大学生でもあったし、うん、だから福岡にいる頃はもう不摂生極まりない生活だったんですね。いろんな意味で友達関係あるいは恋人あるいはその仕事もそうだけども、うん、うまくにどっちつかずの状態でね、で不摂生が溜まっちゃって入院したりとかね、うん、ドロドロでしたよ。そう、嫌だった。嫌です。今で思い出すと。あ、ほんと。じゃ絶対戻りたくない。戻りたくない、うん、私割とね、私はもう今22だけど、でもあんまりないんですよね、そういうのってね。ない、うん、ドロドロになっちゃうこととかもないし、ね、今からあります。今からあります。何期待してるんだけど。いつまでだと思う。今からあるよ。もうドロドロでさ、くれてもつれてさ、それがもう這い上がるのがもう、うん、なんかね、そういうのがないとつまんないってね、この間言われたのね。でもそういうのってあれじゃないの、そのうち、うん、やっぱりドロドロになるきっかけやっぱり男でしかないと思うよ。あ、と思うの。そのうちまあ素敵な人が出てきてさ、うん、で 2,3 回裏切られてさ、結婚するまでにさ、そうするとまたいろんなこう気持ちで、その時にまたラジオ出たら違った感じで、じゃどうしようもなくなったんですよね。聞いてくれるみたいな話になっちゃうかもね。うん、割とどっちかっていうと私はまあ黙ってていいって言えば黙ってる方なんですけども、うん、だからおとなしく見られちゃったりするんだけど、うん、俺はどっちかっていうと明るい方なのね。あ、だからね、あんまりくよくよしない方なんですよ、うん、だからそういうのがあればもしかしたら変わっちゃうのかなって気もするしね、うん、なんかこう、うん、くよくよってか、なんかあった時なんてのはどこで発散するの。それはね、どういうわけかいつも発散できてる。いいね。そうなの、だから、適当なのかなっていう気もしますけどね、うん、俺なんか、だから俺なんかやっぱり結構幸せだなと思うのはさ、うん、いろんなことがあればあるだけそれをそのまま歌にしてさ、うん、で、いろんなステージで歌うとそれをまた共鳴してくれる連中がいるっていうのは大幸せもんだなと思う瞬間あるけどね。うん、ステージといえばね、うん、また今度舞踏会とか、そう今やってるツアーの最終日がね、来年の2月の10日と13日に日本武道館の最終日なんですけどね、うんうん、割とね、お兄さんっぽい感じもするのね、今話してて。だからコンサートの来てる人たちなんか割とじゃあ若い人なんか多いね、うん、うちは結構男が多いんだよね。昔はね、女の子ばっかしちゃったのよ。とか言う女の子ばっかりかと思って、いつの間にかね、うん、今64ぐらいですよね、男が6、女が4。じゃあ曲に対するね、自分で作ってる曲なんかも割とじゃあこれは男の子向けに作ってるよとか、いやそういう意識じゃないんだけどもね、男っていうのは妙なもんで、
アーティスティックな部分だとか、そいつが何を歌ってんだろうっていうところに非常に興味を持つんだよね。俺なんかも高校時代そうだったけども、で俺の歌なんか特に俺が歌う歌の中に自分自身があるからさ、泣き笑いがあるから、それを聞くと、まあ彼らが長渕はこうやって笑ってんだな、泣いてんだなってよくわかるしね。そういう、こうなんていうの、今はそういうのってあんまり少なくなっちゃったんだよね。だから彼らは毎回毎回足を運んでくれるんじゃないかなと思うけども、そろそろお別れの時間に近づいちゃったんですけどね、はい、一つだけね、私やっぱり女優さんとか、ね、俳優さんっていうのはその世界でしかないでしょ、で歌の人がドラマをやると、なんか違う世界を持ってきてくれるみたいな気がするね。そういうのって何なんだろうって、ね、そういうこと、いろんな人に言われたことあるんだけども、よく自分では分かんないけども、ただ俺のことで言えば、セリフの言い回しとかそういうのっていうのはやっぱりコンサートのね、雰囲気みたいなのがあるんだよね。コンサートで客との対話とかさ、やり取りだとか持ってるリズム感とか、でそういうのがそのままセリフに行っちゃうみたいなとこあるかも分かんないですけどね。とかね、なんとなくね、歌の世界も知ってると羨ましいなって。だからどんどん出てくださいまし、まあ俺みたいなのがね、こうできるんだったらね、やりたいけどね、はい、じゃあ最後にね、この番組の皆さんに何か一言ありましたら。それじゃあね、そうですね、来年まあ2月の10日13日武道館があるんで、もし興味ある方はぜひ来ていただきたいということと、あとは若い人が多いんでしょ、学生も多いんでしょ、割と受験ですね、高校生、そう、そうなんですね、これは一つ頑張ってもらわんとダメですね。うん、気を入れて頑張ってください。はい、ということですので、頑張ってください皆さん。じゃあ最後の曲になります、和歌山の曲で花一問目、はい、はい、今日はどうもどうもありがとうございました。一晩中悔し紛れに風を切りゃ Oh yeah, oh yeah, oh yeah。 三つに枯れた女はカタログ片手に I love you、 愛がなくても美しい Oh yeah, oh yeah, oh yeah。 四つよも山恋物語、あなた咲きたまわず人よの古い咲き、あ
あの人も好き、この人も好き、全部まとめて